えー、っとですね、あの、この前ですね、あの、あの、なんか、おばあさんが、あの、歩いてて、僕がちょっとこの建物にね、用事があったんでね、行ってたんですよね。まず1個目のね、建物にね、僕、用事があって行ってたんですけどね、その時にね、あのおばあさんと通り過ぎたんですよね、ありなんか歩いてるなーと思ってね。 ほいでね、あのー、建物、あ1個目の建物をね、あのー、用事済んだんでね、ちょっと、もう 1, 1分ぐらいですかね、ちょっと出てみるとですね、あのー、カップルがね、あのー、あいるなぁと思っててね、その目線の先にね、なん,なんかね、あのおばあさん、なんか、横になってるっていう、大の字に、ね、なってね、大の字になって、 歩道っていうのかな歩道で寝,寝,寝てるのか倒れてるのか分かんない。多分寝てるのかなでも倒れたにしたらさでもカップルがね絶対なんかするよなと思ったね。解放。解放するよなと思ったけど全然解放してないからね。あれな何ともないのかなと思いながらねあの別の建物行きましてね。別の建物からちょっと様子見ながらね。あれ、た様子見ながらなんかね。あれおかしいなたた。起き上がらないしな。起き上がらないしな。と思ってね。 見てましたけどねほいでね、うん、でちょっとそこのねこの建物の住民の人にねあの,あのちょっとやっぱ様子おかしいですよねってう一緒に見に行ったんですよねなんかうんあとあそういえば手に草も持ってるからね握りしめてたからねなんかね、うん、意識悪いような状態だったような気がしたんだよなって,って見に行ってでそしたらなんか あの救急車呼ぶみたいな言ったけど本人が「あいい,いい」みたいになってて横からしちゃってあのみんなでねあの起こしてようやくなんかねまあ終わったんですよその場はちょっとそうやって人が倒れてるっていうのがなかなかねやっぱたまにあることかもしれんけどねあんまりそこまでないまあないっちゃないけどたまにねあの歩いてる助けることがあるんでこうやってねうーんとね。 なんか僕はそれこそおばあさん何ともなくてね話せる状態だったしね、うん、まあ要はあのなんかあの多分ねあのかまってほしかったのかなーっていうねそれは思ったんですよねやっぱり体調不良というかただ単純になんでかっていうとねあのおばあさんがねあの家に帰っても誰もいないよっていうねあの家の人で呼ぼうかって言ってもいや誰,誰も猫しかおらんでのって言って。 あじゃあやっぱりもうねもう90ぐらいか80か分からないけどちょっとだいぶ高齢だけど一人でねあの大変だからでもなんかもうなんかぼんやりずっと毎日なんかなっていうねでこうやってなんかな,なんていうんなっちゃうのかなと思ってねうんまああのー、自分もね、あのー、普段は思ってるんだけどあのー でまだ元気だけどそのね施設に入る人もいてそういう施設に入ってる人も結局なんかお金とか健康あるのになんかあんまりねもう早く死にたいみたいなね家族がいねいるのにあんまりあまあたまに会えるんだけどなんかあんまりって感じで人生が結局。 自由,も自由はまんないかもしれない時間とね健康とお,お金があっても結局はそうなってしまう人が最後は長生きしてもそうなってしまうなんかそれはやっぱり思い行き着くとことか誰しもね、うん、結局老後のために頑張ってやってたのに結局こう、うん、なんか虚しいっちゅうかな何かうんやっぱ結局あとは死を待つしかないみたいになってしまう状態があるってことで。 僕はだから、うんなんか、まあ、自分あんまりね、そう残すものがない、<laughs> ない、ね、人間関係なんでね。まあ、せめて YouTube でちょっと、なんていうかね、ああなんていうかね、残、残して、まあ、だいぶ上げてるじゃないですか。まあ、消されるかもしれない、どういうチャンネル自体はね。まあ、だいぶ上げて前ねちょっと上げてるんでね。で、昔から音楽とか大好きだったんでね。うんまあ、下手くそだけど、まあ、ちょっと、 下手くそだけど,下手くそだけど上げてますよってみんな,なんか、ね、頑張ってね限界まで自分の限界を超えるぐらいやって、まあ、いろんな音楽以外もねどう,こうどうこうやってこんな日記みたいなのもあげたりして X リーグとかやったりしてまあそのいや達成夢っていうかねやっぱり夢っていうのはやっぱり音楽で食べていけるぐらいダジャレで食べていけるぐらいのなんか なんかそういうものになりたいっていうかねそういうものを見たいっていうかねそ,そういう作品を作りたいっていうそういう職業でありたいとかね、うん、そういう、ね、中年になってまでまだ諦めてないというかねその辺だから逆に言うと中年だからこそもう悔いなくやるしかないなとねあとでいいやちゃんとまともに来なきゃいけないやじゃあ こういうことやめようみたいになってしまったそれはそれで死ぬ間際にあやっとけばよかったなあと40年もし僕がもうねあと40年生きたとしてね最高クラスまでね最高寿命まで来たとしてあと40年頑張っちやってればよかったなとかね思うこともあるかもしれないからね多分絶対そう思うだろうなと思ってでそう思うようになってね10年ぐらいだけど ねうん、こういう考うに考えてから10年ぐらいなのかな多分分からんけどねはっきりは GX、うん、と名前自体はもうね20年前から考えてたからね、うん、まあだから YouTube っていうものはもう最近ね23年の話だけどでも音楽っていうのはねまあひひひ作った人なんも最近、まあ、2, 2, 2年ぐらい前かもしれないけど歌ったりはずっとしてたんでね。うん まあ、確かにお笑いもちょ一度挑戦してみたし、まあ、ちょっとねいろいろ分からないけど、ま、今コラボしてそういう結局お笑い時代の知り合った大先輩の先輩センシティブ・ワンハードさんとコラボしたりしてなんか結局ね全世界の魅力で発信をできているっていうね全世界の魅力で音楽を開くそうなんだけど音楽を発信できているっていうこと自体ができていること自体が収益化してなくても。 ある程度夢は叶っったんじゃなないいかなってううねそうまず曲を作ること自体がもう夢だったっていうかできないことだね今までできなかったことはできなんとかくだけどできるようになったしそれは毎日聴いてくれる人がおるっていうことが素晴らしいことだってね収益がうんぬんじゃなくてで、ね、視聴回数うんぬんじゃなくて、ね、毎日聴いてくれる人がいるっていうねそれが X リーグにもつながってってねうんそういうね やることに意味があるというかね結果というよりはね肯定や,やることに意味がある挑戦することに意味があるとかねそういうことなんです結果は後でついてくる血がねやったことの後に、うん、なるんでねうんだから、うん、そうななんか、うん、結局、うん、そういうことなんだよね自分自身の問題なんだよなんかあのいろんなそういう。 環境もあるかもしれないけど結局は自分自身の,、ね、あの問題なんじゃないかなといろんなことはね、うん、やるかやらないかぐらいとかね例えばそういうことになってくるもんでねとなんかいろいろ、うん、つながってくるかなってそういうなんかね、うん